メルビン・ハーバート・エヴァンスは、アメリカ領、バージン諸島出身の政治家、医師、共和党員。最後のアメリカ領、バージン諸島文民知事であり、初代高選知事。知事退任後、アメリカ合衆国会院大議員を一期務めた。エヴァンスは、アメリカ領、バージン諸島、セントクロイ島のクリスチャンステッドで生まれ、ワシントン DC のハワード大学で、 理学士号と理学博士号を取得した。1945年に妻のメアリー・フィリス・アンダーソンと結婚。故郷バージン諸島で医師として活動していた。1959年からの8年間、エヴァンスはバージン諸島の保健委員を務め、1967年にはカリフォルニア大学バークレー校で公衆衛生学習士を取得。個人の開業医として活動した。 1969年、リチャード・ニクソン大統領によって、バージン諸島知事に任命された。1968年に可決された、バージン諸島選挙知事法に基づき、1970年に初の知事選が行われた。共和党から出馬したエヴァンスは、初当選を果たし、初代公選知事となった。1978年11月7日、エヴァンスは共和党員として、 アメリカ用バージン初等選挙区からアメリカ会員の大議員に選出された。現職のロンデリュー後の側近であった民主党のジャネット・ワトリントン氏を1458票で破り、会員大議員に選出された。9588票を獲得したワトリントンとは870票差と、僅差での勝利だった。 1980年選挙でも再選を目指したが、前代議員のロンデリュー語に敗れて落選した。1981年12月1日、ロナルド・レーガン大統領によって、チートリニダード・トバゴアメリカ大使に任命され、亡くなるまで務めた。1984年11月27日に、心臓発作で死去。セント・クロア党のクリスチャンステッド墓地に埋葬された。ありがとうございます。